ブルーで乾杯。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りします。宮崎の美味しいものをご紹介するブルーで乾杯。今回はこちら、郷土料理玉広です。一番街を抜けた中央通り沿いのビルの1階、店内に入ると圧巻のカウンター席、そして広々としたお座敷が、一人でも気軽にくつろげる温かいお店です。ご紹介いただくのは大型さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大型さん、はい、こちらのお店、素材にもこだわってらっしゃるんですよね。はい、自然のものとかキノコとかアユとかそういうものは全部すべて自分で取ってきます。自分がこう目で見ていいものだけを提供したいんで、そこにはこだわってます。はい、このお店のおすすめ料理を教えてください。はい、今日は旬の食材で大名岳の天ぷらです。これも取ってこられたんですか。はい、そうです。実家が都の城なんですけど、そちらの方で取ってきました。外縁を絞ってこうカリッと絞っていただいて、で食べていただくという。うわー、いただきます。うん、食感がいいですね。えぐみも全くなくて、はい、岩塩の塩味がよく合いますね。はい、そうですね、約1ヶ月ぐらいしかないんで、時期がですね、本当にこの時期にしか。そうです。うわ、ぜひ皆さんに召し上がっていただきたいですね。大型さん、はい、こびきブルーに合う一品は何ですか。はい、今日ぜひ食べていただきたいのが鹿ステーキですね。鹿ステーキ、はい、どこで取れた鹿なんですか。友人が小林の方で漁師やってるんで、そこで譲ってもらってます。このネギソースのネギがザクザクなのもいいですね。これは九条ネギ使ってますね。うん、どうですか。うん、柔らかくて、はい、鹿独特の臭みがないですね。はい、全くないでしょ。九条ネギの辛さもピリッとしてるでしょ。そう、ちょっとピリッとするこの感じがアクセントになるんですよね。そうそうそう、ぜひブルーでいっぱいどうぞ。はい、ではこびきブルーをロックでいただきます。あー、鹿肉の甘さとこびきブルーはよく合いますね。ちょっと塩加減と九条ネギのピリ辛とブルーに合うんじゃないかなと思って作ってます。いや、本当に美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんも郷土料理玉広の鹿のロースステーキ、ぜひご賞味ください。では大型さんもご一緒に、今夜もブルーで乾杯。乾杯。郷土料理玉広で使えるお食事券3000円分を抽選で5名の方にプレゼント。詳しくは MRT 番組ホームページをご覧ください。お店の場所は一番街のアーケードそば、中央通り沿いのこちらのビル1階の一番奥です。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りしました。